8時過ぎぐらい、パッキングの最終工程やっていこうというところで、いよいよね、北米旅明日に迫りましたってことで、旅に出る前の、海外に行く前の準備としてデータのバックアップなんかもやってます。バックアップ用ハードディスクで直近の撮影でやったマスターデータですね、写真の今ローデータを用意してます。でもうね、パッキングするやつは一旦並べてこんな感じでジンバル三脚、あとはソフトボックス、レフ板とレンズは超望遠、標準、広角、超広角ズーム、単焦点2本、50×135。ボディは今回は α1 持っていきます。ちょっとね、オーロラは本気で撮りたいなと思うので、もう α1 最悪どこ持ってかれてももう悔いはないです。それをチャレンジしたということで、あと動画メインで 7S3 ですね、ストリートスナップ用でライカ Q2 モノクロ、こんな感じで行っていきたいと思います。とりあえずパッキングバツンとやりますんで、パッキング終了しました。出発の日を迎えました。ではでは出発したいと思います。正宗ちゃんが駅まで送ってくれております。さあ、ついに羽田空港にやってまいりました。ソンレードブラザーズ3人のね、カナダ USA の旅が始まっていきます。僕はやっぱり一番現地の方と英語でコミュニケーションをとってね、たくさんマイフレンズを増やしてくるっていうのが一つの目的ですので、もうどんどんね、がむしゃらに自分から、声かけていきたいなと思っております。おいっすー、勇者登場、イエーイ。これが噂の奇跡の流れドローン。奇跡の流れでただいま搭乗手続き中でございます。サンザイブラザーズまだ出発してないんですけど、何買ったんですか？ GoPro 使えなくなっちゃったんで、あとこれイヤープラグ、枕いくらしたんですか？それは990円。990円。あ、マサ見て、はい、どうしたんですか？ネイビーやった。これはやだわ。カナダ USA ツアー始まりでございます。乾杯。タバコはどこで売ってるんですか？タバコは私吸いませんので、けど買う、やっぱ買っとかないと損した気持ちになっちゃうから、420円なんです国内では1箱。はい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 。ここで買うと320円。え、本当に？もっと安いわ、290円だわ。もう僕ら高校生の時みたいな感じちゃうね。私、暗いとこ狭いとこが苦手なわけですよ。国内やったらさ、長くて3時間とかのフライトやけど、12時間って。俺も12時間フライトは大学生の時に最後に行ったっきり。ほう、どこに行ったの？その時アメリカ。お、アメリカのロサンゼルスとバルティモア行ってきます。いやー、なんかマジでさ、カナダ行くってことよりも俺は12時間40分フライトっていうのが本当に怖い。ただいまワシントンダラス空港に到着をいたしましたが、相方は早速仕事をしております。予想以上の快適すぎる12時間のフライトでした。1時間後ぐらいにまたね、飛行機に乗って、次はモントリオール空港に参ります。おいっすー、余裕ぶっこいてビール飲んでたら危うく乗り遅れそうになりましたはい、じゃあ今からワシントン DC からモントリオールに飛び立ちます。今飛行機を降りて、なんかすごいね、なんかザウルスみたいなバスになってますよ。あ、じゃあここ置いていったんいいよ。いってらっしゃいマッサンもトイレ行ってきていいですか？モントリオール空港でございます。さあ、今からね、空港を出てどちらに向かうんですか？大ちゃんのお家に行きます。ついにですね。なんかでも、なんかもっと遠い気はしたけど、確かになんか体感もゲレンデだね。モントリオールただいまマイナス1度でございますいやー、よかったでしょうね。よかった。いやーThank you, thank you。 遠かったねおしっこ漏れた、おしっこ漏れた。Thank you。 あらー来ちゃいましたよ。たま。ちない。急にディープだな夜に。サーブ。こうやってさ海外に。こういうの楽しいよね。おいっすー。2軒目でございます。バカ上。クリーンカットです。その食レポ。あ、クリーンカットです。クリーンカットですね。一番クリーン。いや嬉しいわ、2人がモントリオールに来てくれて。王道。ちゃんといたでしょ、本当にモントリオールに。いたわ。本当にいたでしょ。ハリボテでいつもやってるんじゃないの？じゃない。本当にいるからモントリオールに。周りが支え合ってるこそですよ。What do you? I'm drunk. Oh. Huh?今のいたぞー。オーロラ見てんの俺ら。24時間後？ 24時間後。え、てかこれより全然寒いでしょ。そうだよ、この2倍ぐらい寒い。これやばいね。いやでも本当にね、英語喋りたいって思うようになったわ。英語喋りたいっていうかコミュニケーション取りたいって思ったわ。でもマッサージ言ったじゃん、ズームでもインスタライブでも、もう2人には喋らせないよって。いやもうニューヨークであれだよガーリックシュリンプ頼むから俺。そうでしょ。でも次もうウーバー来るから、それはもうマサンが全部ガーリックシュリンプ。ガーリックシュリンプ。もうあと 100m だよ。言うてみて。あと 100m。ガーリック。あと 100m でシビック来るよ。インドラゴンボール。ガーリックジュニア。ドラゴンボール。ドラゴンボール。あと 70m。フェイマスキャラクター。シビック。おう、さっきもシビック。おう、in Canada, シビック is a famous girl? 大量。もう酒臭欲しさんだけど、ハグして。大きくなって。もう頭痛い。マジで頭痛い。ああ、渡辺先生。なんで、ウーバーに落としてきちゃった。あ、それありえるかも。それありえるの？全世界の皆さん聞いてますか？私のスマホがなくなりましたさあ今これを見ているそこのあなた、ポケットを見てください。私のスマホ入ってませんか？身の回りを見渡してください。私のスマホ落ちていませんか？焦っております今すぐに、今です、見てください。俺のはあった、俺のはあったよ。世界中の皆さん、俺のはあったよ。全世界の皆さん聞いてますか？スマホがなくなりました。うん、家の中にある。え？たった今、ほら。みんな静かに。はい、鳴ってる、もう鳴ってる。シャラップ。世界中の皆さん、普通にソファーの中にありました。ミッション終了。ミッション完了。協力してくれた世界中の皆さん、私が寝ていたソファーにありました。このために買ったの。うん、これしかなかったのに。ニット帽買ってきて。ニット帽のないことと。タルちゃんも来てます。10年ぐらい前に買ってる。でも良かったね、2人が来る時と来る時で。優しい雪です。うん、なんかね。こんにちは。耳出せるし。もうファーストラブの BGM が合うでしょ。本当だね。どう、寒さは余裕？寒い。それさ、寒そうじゃない？うん。寒いの？寒い。マッサーン高そう。いや。おっさんの Y 字バランス。はい、見せてください。お、いいですね。お、Y 字だ。もう左向けちゃうから。お、いけちゃう。お、Y 字だ。あ、すごい。ああ。本気出すよ。はい。こういっちゃうから。いいよ。はい。はい。あとね、この人たちね、トイレの回数えげつないのよ。じじいなの、本当に。島にももうね、やばいんですよ。あ。二日酔いのおじさん3人組全員酔っ払ってるよ。ああ、ラテラテオーツメイク 3 coffees latte and avocado toast。 ちょっといかがでした？18点ですね。18点。つながりがずっとあるっていうのは面白いね。サホリンがアボカドトーストを作ってくれました。うまっ、本当にうまい。レモンの感じと、うん、そう塩味と抜群ですね。お世話になりました。一泊とりあえず、ね、いってらっしゃい。気をつけて。ありがとう。ありがとう。はい、皆さんこんにちは。ワッタンです。マスタンです。シロです。はい、というわけで始まりました。いや、ついにですね、ついに始まりましたよ。3兄弟カナダアメリカの旅、はい、ついに2週間。かなり強硬なスケジュールですけど、いかがですか、心境は？いや、なんか僕はもう本当に日常からかけ離れすぎてて、もう全てがもうドキドキな2週間です。新鮮だよね、うん、どうですか？私はですね、割となんか近所のカフェ行きますみたいな感覚です。ああ、いいですね。ね、いいですね。これからワクワク楽しくいろんな景色を皆さんにお送りできるかなと思いますので、うん、まずはカルガリについて1泊して、その後はまあメインと言わざる、まあ、全てメインですけどね、はい、いろんな予定がありますので、ぜひ最後まで楽しみにしていただければと思います。では行ってきます。バイバーイ。空港に到着です。モントリオール空港はちょっと厳しめでした。いろいろ厳しめでした。この方だけです。本当にもう何のスムーズ、もう何のしがらみもなくスムーズに僕は通りました。本当にもう切れ散らかしたのかなって思うぐらい。ランダムでね。はい。設定されてですね。着きましたよ。カルガリー空港到着です。ずっと動画の編集してました。あ、私も。してました。はい、私は本当にそうです。多いんです、あなたたち。無駄なレックボタンが多いんです、本当に。はい、カルガリーに着きまして、今はバゲージクレームでございます。めっちゃ遠かった、ここまで。さあ、ワッタンモントリオールハウスのルームツアーが始まりました。すごい綺麗。綺麗だね。カルガリーのヒルトンホテル。キャナディアン。キャナディアン。いいしね。すっきり系や。めっちゃすっきり系やね。いただきまーす。はい、皆さんこんにちは、ワッタンです。本日も人生を面白くするラジオ始めていきたいと思います。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。じゃんけんぽい。はい、これしょ。あっち向いてほい。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。だ、一、で、チェンジ。ということでチェンジしてやる。あれもう3勝。ああ、なるほどなるほど。あ、一気に2人でやると思った。違う。はい、今のはプラクティです。ベッドをかけたあっち向いてほい大会。ちなみに実は2人で寝たいっていう人、2人で寝たいっていう人いますか？実はいこう。男は黙って。一人で寝たいに決まってんでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。まあここはね、大した差がないから。まあね。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。やば、強っ。そもそもじゃんけんが強え。38歳なめんなよ。一人で寝てやるぜ。3回まだ1勝目ね。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。もう決まっちゃうじゃん。終わっちゃうじゃん。38歳なめんだよ。2連勝じゃん。もう分かった。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。イエーイ、強っ。いや、ちょっとこれいうか弱っ。マジか。ということで、カルガリーの夜は、チロワッタンの熱いベッドタイムで。またバングローされないかよ。おやすみなさい、皆さん。おやすみ。またねー。またねー。